読売新聞のジェラです、はい、茨城市議会 の、 維新に所属されている萩原市議が、はい、その市の職員に対して、まあ、暴言を吐いたということで議長から態度を改める交通注意を受けたという情報があります。はい、幹事長としてこの案件について、ご当人からお話をお伺いされているかどうかまず教えてください。はい、報道がありましたので、萩原議員自身はですね、ご連絡を取りまして、少しこう市政に関する、まあ、やり取りをする中で本人もちょっと思いが強かったのか、記事にあるような言葉を発したということです。本人も非常に反省しております。どういった状況であれですね、そのどれだけ施策に対して思いがあってこうしていきたいというビジョンを持っていても、やはりこれそれ攻撃的な言葉と、あと受け取る方からしたらやっぱり非常にこう傷ついてしまいますので、しっかり冷静に対応してもらうように、ことで、注意をしたところです。今後について、議会の方で、議長の方からですね、注意があったという報告も受けてますので、引き続きちょっと状況はまた見ていきたいと思います。改めて時期としては大阪維新の会としてまさにパワハラだったりセクハラだったりという調査をされている中での出来事かと思います。まあ、この気を引き締めなければならないタイミングだったかと思うんですけれども、再発防止についても金がねおっしゃってますが、この辺について十分に行き届いているかどうか改めてご認識をお伺いできますか。はい、去年もですね、ハラスメントの窓口を設置しまして調査を進めてきたところです。で、合わせまして党内で被害を受けた議員がいた場合はですね、相談の窓口が必要だということで、相談窓口も、増設しまして、対応を進めています。合わせて、ハラスメント研修もこれは定期的に行っていきたいと思います。こういった状況でもその事案が発生してしまったというのは非常に残念なところです。本人も非常に反省はしてますので、今後ないように、しっかり注意してほしいと思います。念のため確認なんですけれども、今回の案件というのは昨年末発表いただいた認定された件数の中には含まれていないという理解でよろしいでしょうか。はい、先ほど口頭注意されたということでしたけれども、それは方法としては対面かということと、いつされたか日にちを教えていただけますか。今日の報道でしたので本日しました。ちょっと会える時間が今日は僕はないので、取り急ぎ至急で連絡をした次第です。それは電話という理解でよろしいですか。はい、電話です。ありがとうございます。その他ありますでしょうか。朝日新聞の菅原と申します。はい、関連でお伺いしたかったんですけれども、当該の茨城市議の方は、去年の春以降、5月以降ですけどね、維新として研修進められてこられたかと思うんですが、ハラスメントのですね、その研修というのは受けていらっしゃったんでしょうか。出席、何回か研修を重ねましたので、出席状況というのは確認はできてません。ただ本人ちょっと熱くなってしまったというのを非常に反省しているところです。で、言葉尻がですね、やっぱり聞いている方からしたら非常に高圧的というか威圧的に感じてしまう恐れがある言葉ですから、それは話の中でもうないようにというのは本人は重ねて反省はしておりますので、私の方からもこれは以後注意してもらうように伝えたところです。研修の出席状況については詳細はちょっとわからないんですけど、以後ないように注意してほしいと思います。ちょっと先ほどの質問とも関連するところなんですけど、その研修の実効性というところを考えると、そもそも受けていたかどうかもちょっと現状把握されていないというふうに幹事長おっしゃいましたけれども、果たして実効性のあるものなのかなというふうにお話を伺っていると感じるんですが、その点いかがでしょうか。しっかりこう意識を強く持ってもらわないといけないので、この研修と今の方針に関してはこれからも進めていきます。同時にこういう状況が起きてしまったわけですから、改めてちょっと、どういう研修がいいのかというのは今後また開催予定ですので、そこにしっかり反映をさせていきたいと思います。
ただの今やってる研修はですね、そのハラスメントの類型、そして実際の、まあ、ケースの事例も紹介しています、うん、だからこれを、まあ、今回の事例を受けてそのどうリニューアルするかというのは、まあ、よく考えないといけないので、回数を増やすのかちょっと質の面で変えるのか、その辺はよく考えたいと思います。一人一人がやっぱり自分ごとに置き換えて、僕もあれテキストを見たんですが、やっぱりハラスメントの類型というのはこれ知っておくのは非常に重要なんですけども、知っておいた上でさらにこうどういったケースでハラスメントが該当されているのかっていうのはよく見といた方がいいと思います。で、日頃の言動でやっぱりあこれも入るんやっていうのは認識することができますので、ケースの実例などを通してよりイメージしてもらいやすいような研修にしていきたいと思います。もう一度ちょっと確認で、はい、こと注意されたということでしたけれども、うん、職員への暴言についてはこれはパワーハラスメントと認定されたという理解でいいんでしょうか。職員への暴言に対して記事が出たことに関する注意です。暴言を発したということに対する注意、そうですね、取り急ぎ状況は確認しまして、で市議会の方でもご注意されていると思います。それはおそらく職員から聞き取りをして、状況聞き取りをした上で茨城市の中でご対応いただいていると思います。で、私はちょっと被害に遭われたその職員の方の聞き取りというのはしてないものですから、ハラスメントの認定というのをすることはしておりませんが、市議会で取られた内容かつ報道で出された内容を含めて口頭で注意しました。今回はその党内ではなくて、うん、相手方が、まあ、市の職員ということにはなろうかと思うんですけども、この辺について改めてその、党外への対応についてこう周知だったりとか調査、その同じように暴言を吐いたケースがないかということを調べるご予定っていうのはお考えとしては終わりでしょうか。うん、調査っていうのは特に考えてないんです。それはもう言うたら府下全域の職員を対象に調査するって、これちょっと現実的になかなか難しいと思うので、当然そういう情報があったら聞き取りの上対応します。かつちょっと構造的に僕も議員もやってましたから、その対有権者っていう面ではなかなか起きづらいんです。というのはこう日頃のやり取りする中で、まあ、政治家が高圧的になるっていうのはちょっと状況的になかなか発生しづらいんですけども、反面対職員というのは、まあ、高圧的になりうる環境になりやすいのかなっていうのはちょっと懸念されますので、党内での対応に加えて対職員っていう面でもう一度しっかりこれ今回のケースに限らず所属議員全員がですね、もう一度気を引き締めて、職員に対してもこれどれだけ熱くなってもやっぱり冷静に対応してもらえる、そこは徹底したいと思います。その他はございますでしょうか。内容ですね、ここでお話しいただきます。ありがとうございます。